みんな河内湯。みんな河内湯だね。じゃーん、おばな。みんなおばなありがとう。あ、のぶさん、とうありがとう。ごめん、ちょっとあっち向いてた。ありがとう、ありがとう。さっちゃん、すごい強いだけど。よかった、ありがとう、来てくれて。見ておかな。あ、くまれパパさん。ありがたわ、ありがとう。じゃーん、でも今日むくんでるような気がしたんだけど、気のせい？うん、まあ幸せな日だったから嬉しい。しかも増加だからこうやって口元で当たってるけど、今全然大丈夫です。かわいいお花、ひまわり大好き。楽しかった。ありがとう。今日は幸せな一日でしたね。かわいい。ちょっともう服がカービゴン。あ、台湾のコウさん、ありがとう、ありがたわです。ありがとう、ありがたわ。生誕祭お疲れ様、ありがとう、来てくれて。そう、よかった、みんなが楽しめたなら。かわいい。非常に良き生誕祭でした。よかった、非常に良き生誕祭でした。本当に本当に本当に、これも持って帰ってきたよ。オッケー、かわいい、ありがとう。横断幕も広げたら畳めれないから。花感かわいい。嬉しい、笑いありでしたか。あずみさんのお手紙にだ。そう、なんかうっすら後ろかこう透けて見えた時に、なんか普通のなんか書いた字じゃなかったから、印刷の字だったのね。だから誰？と思って
本気で誰と思って、まさかのあずみ姉さんでした。やば、普通に泣いちゃうよね、そんなの。よくないのかな、普通に泣いちゃう。そう、なんか泣きすぎて疲れたもん、なんかそう、泣きすぎて疲れました。そう、印刷じゃなかったら同期かなとかいろいろ考えたけど、印刷じゃなかったから、もう誰か本当に分からなくて、やば。そう、マジで泣ける、これやばい。サッチって涙もろいんですよね、実は。知ってましたか？悲しいことがあるとこの手紙を読みましょう。お腹が空きました。軽く読みて気になってきましたありがとう。ブルーさん、ありがとう、ありがとう。今日もありがとうございます。生徒祭最高、そっち大好き、びっくりびっくり、ありがとうございます。よかった、楽しんでいただけて。いや、今日の手紙ね、本当にもう私メモ帳なくしちゃってショック。もうなんかこれがメモみたいになってる。なんかもう何回も書き直したっていうか、何回も見て、なんかもうなんだろう、このなんか歌のレッスンの時とかにこう歌詞にこう吹き出しでここ強くとか書くじゃないですか。なんかそれみたいになってる。ここ、こうやってシューって引っ張って、こうやって追加で書いた人がすごいことになってる。いやー、みんなが笑ってくれてよかったよ。 笑って、まあ普通に、まず普通に書くんですよ。思ったことがまつら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 って、で読み返すときに、あ、みんなここ笑ってくれたらいいなポイントがあったんですけど、笑ってくれてよかったです、ありがとうございます。よかった、みんなが笑ってくれて。そう、みんながちゃんと笑ってくれてよかった、嬉しい。そう、仲いい。新しいハイライトも無事変えまして、あずみんさんが手紙を書いたって聞いて、そうです、あずみんさんが書いてくれました。そう、やっぱ最初ね、手紙書かずに行こうと思ったの。でもよかった、書いてて何も出てこないよ絶対今日の感じ絶対何も出てこない。だからよかった、書いといて。しかもめっちゃ練ったからね、これ本当に勉強みたいに練ってる。よかった、書いていって。
すごい良い手紙だった。よかった。ちょっとさ、怒りは語弊がありそうだね。怒りというか、なんて言うんだろう。喧嘩？喧嘩でもないな。なんだろう。でも私はそういうのは大好き。ちゃんと本音でぶつかり合える仲、大切な仲間だからこそ本音でぶつかっちゃって、そうそう、一生懸命だからこそ、活動に対してね、全員みんなが一生懸命だったからこそ、そうぶつかっちゃうこともあったっていう意味ね。おこおこって意味じゃないか。ちょっとこれ語弊があるね。考えるたびになんだか趣を感じますね。お笑いポイントね。まあ笑いポイントっていうか、普通に書いてたら書いたんですけど、そう、そう、ありがとう。いや本当に何書こうか迷いましたよね。普通に今自分の手紙読んでた。なるほどね。あー、お腹すいた。ガチダイエットしてて、お腹すいた。じゃあ日本一花冠になる。嬉しい、ハヤタ嬉しい、憧れの。ハッピーバースデートゥーユー。みんなに謝ることがあります。取れちゃった。でもブサイク、ブサイク今の角度。食べるようで可愛い、マジで可愛い。早く僕隊のアーカイブ見たいですね。サチタンスチッチありがとう。太陽公園だったんですよ。久しぶりに歌って踊って楽しかった。
すごいプレゼントいただいて、今日プレゼントボックス、お洋服いただきました。レジこれどこのだろう、かわいい、ブランド名書いてない、書いてあった、はっ、ティティ&コーダー、やばー、ありがとうございます。しかもこれからの秋にぴったりですね、最高、ありがとう。もういっか、なんだここどこだろう、ウィレ、え、初めて見るブランドだった、え、めっちゃかわいい、めっちゃかわいい、ハートのニット、ありがとう、嬉しい、ミュークエでオッチェしよう、手の形を忘れられたい、できた、あーよかった、それはよかったよかった、よかった。オッチェさんは知ってるのだろうか、今日が生誕祭ってこと、タチタン、スチスチ、ありがとう、ウィルセアジャマッシュ、それだけファンデーションも変えたんですよ、実はで、お花いったらけ、お家がかわいい、やばい、泣いたからかな、今日の髪型はみんな私が指定させていただきました。あれー、え、嘘でしょ、よかった、あのレイダーの時なんでユイナとこうイチャイチャしてたかというと、ユイナのツインテールとユイナのレイダーの衣装がなんだっけ、名前がわかんないんだけど、ミサ？ミサだっけ？なんかのアニメのキャラクターそっくりで、もうそれにしか見えなくて、マジで可愛いと思って、ずっと可愛いねって言ってました。可愛い、可愛いんだもん。ツインテールでは世界を救う、本当に。私はできない。特に私はツインテールが大好き女なんですけど、もうユーナのハネツインのアイドルなんて呼ばないで、最初4曲終わって帰って、私は裏で待機してるんですけど、こう帰ってくるじゃないですか、アイドル組が、可愛すぎてびっくりした、あれ、うん、びっくりびっくり、やっぱりツインテールなんですよ、可愛い、ポリポリ、ごまってくれてありがとう、じゃあありがとう、今日は早いんですけど、あのちょっとで終わります、今日はタネ君サッチが楽しい、こっちも笑顔で楽しかった、だって楽しかった、ありがとう、サッチもいつかしたいんですけど、する神がありません、やっぱねお下げとねツインは違うんですよ、良さが、ツインの方がね、ツインテールの方が可愛さがもう桁違い、いや本当に可愛かった、ツインテールがもうどうしよう、私恋してるこれそう、
こんばんは、来てくれてありがとう。こっち来てくれてありがとう。東京公演ね、さっちも出たいです。たくさん今日は緊張しましたね。やっぱり最初緊張してないです今はとか言ってたけど、全然緊張してた。さっさっちちゃんありがとう。あ、ツインテールじゃないですよ、人違いですよ。来てくれてありがとう。そう、今日メイクもうまくいって点上げでした。幻、サッチー来てくれてありがとう。お疲れ様、お疲れ様です、ありがとう。みんなも来てくれてありがとう。サッチー来てくれてありがとう。お疲れ様です。じゃあ45分になったら今日は終わりたいと思います。そう、今日海外から来てる方いた。そう、バッキュンされた、お見送りの時。共通ですよ、共通バッキュン。嬉しいね、全国の方に好きになってもらいたい。あ、全国じゃない、全世界、世界デビューします。嬉しかった、おめでとう。でも日本語スロスロだった気がする。おめでとうって言われて、あ、ありがとうって言って、バッキュンされました。あくびあくび、あくび、よかった、生誕よかった、嬉しい。こうかな、ちょっとね、触覚の位置が未だに決まんなくて。ここだね、どう、みんな、こっちの方がほっそり見えない。これね、これとこれとこれ、はい、みんなどっち、1番2番どっちが細く見える。負けないんだよ、ね、うまく。やばい、あくびが。電車3番なんてありません。ね、そう、本当に髪の毛とかってね、私髪の毛ってさ、女の子のさ、額縁って言われてるんでしょ。額縁が豪華だと絵も綺麗に見えるよねみたいな、なんかそういう話聞いたことある。だから髪の毛って大事なんだってすごい言ってた。ちょっと変えるだけで変わるらしい。だから似合う髪をね、そうしたい、したらいいんですよね。配信では分からん細かいとか、バブルで嬉しい、ありがとう。
それじゃあね、この肉だったら買うよ。え、でもなんか、え、違う違う、なんか髪の毛のちょっとの差で変わるから髪の毛大事みたいな。ちょっと取っちゃう。メイクさんがしてくれた時さ、髪の毛すごいいい匂いするんだよね。今日はここ編み込んでもらいました。編み込んでもらってストレートです。ストレートはいつもいつもストレートなんで、やばいやばい、あんまり引っ張ると。でもこうきつく結んでくださった方が取れる心配が痛い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 ないので、しっかりね。いやーツインテール可愛かったな。頑張ってください。次の生誕は3期だと新井リアちゃんになるのかな。10月5日だよね、確か誕生日が。次が井出かなうちゃんか、で次がゆいた。いやなんかこう、私は今回こう主役側として出させていただいたんですけど、あの見送るじゃなくて、なんて言うんだっけあれ、見届ける、見てる側もとしても出演したいですね。そう、固まっていこうか。わっ、ひろのりさん、ありがたわーです。ありがたわ、ありがとう、ありがとう、今日もありがとう。かわいい、ありがとう。マイ天使ちゃん、わお、マイ天使、マイ天使なの、嬉しい、ありがとう。いや私いつか手紙書きたい、絶対に、これは決めてるの、心の中で。テイクアウトで男女マッサージしていただきます。13位おわいにーさん、12位ギルスさん、11位レーブラクシイオパウペさん、10位おいしいハンニさん、おしいハンニさん、9位ひろっちさん、8位かたむつりさん、7位20席ともちゃんさん、6位きたいさん、5位メタボさん、4位くまねパパさん、3位台湾のコウさん、ありがとうありがとうありがとう。そして2位はドルさん、ありがとうありがとうありがとう。そして1位はドゥドゥドゥプンドンさん、ありがとうありがとうありがとうです。ありがとうございました。パチ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 、です。ちょっと短かったんですけど、今日はこの辺で終わろうと思います。皆さんもしっかり休んでくださいということで、本日は僕の太陽公演曽我朝生誕祭、本当にありがとうございました。楽しかったです、素敵な思い出になりました。ということで今日の配信嬉しい、これからも応援します、ありがとう。ということで終わろうと思います。じゃあみんなおやすみー、バイ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 、言い忘れたことは、明日も元気楽しもうね、とことバイバイ。